馬海駅の悲劇は、756年に、当の馬海駅で、安氏の乱により、職州に逃げ延びる、途上の皇帝幻想に対して、兵たちが、よーくにただ、ヤギヒを殺害するように迫り、ヤギヒが、悲劇の死を遂げた事件である。馬海駅付近に残るヤギヒも以前から、当の幻想の宮廷内で対立を深めていた、よーくにただと、安六山だが、ついに表面化。これが、 いわゆる、安氏の乱であり、安六山は、優秀で挙兵した後、みるみるうちに勢力を拡大していった。混乱状態のよう国っただは、自身の本拠地で、節度師を務めていた職への逃亡を玄想に進言し、これに同意した玄想は、大志利通る、八木妃、陽氏一族、寒官の利保国、高力士、意味元、妃方針、陳玄令らを連れ、 密かに西方へと出発した。逃亡の途中で、馬界に至ると、乱の原因である、ヨークニタダを強く憎んでいた、チン・ゲン・レイと、兵士たちは反旗を翻して、ヨークニタダと、韓国夫人たちを殺害した。さらにチン・ゲン・レイらは反乱の元凶である、ヤギヒを、俗の本として断罪するように元想に迫った。ヤギヒを長愛していた元想は、ヤギヒは、 高級の奥深くにいて、謀反との関係は全くないと言い、死を逃れさせようとかわったが、高力士に説得され、高力士によって遺志させられる、ヤギヒの最後を泣きながら見届けた。この時、南方から献上のライチが届いたため、玄奏は、ヤギヒが恋をなく愛したライチ見て、改めて嘆いたと伝えられる。ヤギヒ最後の言葉は、陛下、死んでもあなたを恨みませんであったという。 人縁霊らによって、ヤギヒの死は確認され、死体は郊外に埋められた。さらに安禄山は、彼女の死を聞き、数日も泣いたと伝えられる。その後、馬海に住む女性が、ヤギヒの靴の片方を手に入れ、旅人に見物料を取って見せて大金持ちになったと伝えられる。幻想は後に、彼女の霊を祭り、長安に帰った後、 改装を命じたが、反感を買うことを懸念した部下からの反対意見により、中止となった。しかし幻想は密かに観覧に命じて改装させた。この時、残っていた二式の香袋を観覧は献上したという。幻想は学校に彼女の絵を描かせ、それを朝夕眺めていたとされ、また、ヤギヒが好んだライチが献上されるたびに、ヤギ人の毎日を思い出し、涙したという。 ありがとうございます。